滝寿神社に来てます。甲賀の土山にあるところですね。インターが結構近いのですぐ来れると思います。早秋津彦の御事様、早秋津姫の御事様と、まあ、かなり多くの神様を祀っておりますね。で、境内に天満宮があるということで、これが鎮座が1470、ここも結構古いですね。で、この神門が右三つ巴ですね。天満宮は梅、梅ですけども、例祭は5月3日だそうです。元気と踊りというのをちょっと見てみたいですけどね。水害、そうですね、お城が使わないんですけど、水害の関係のでお祭りしてるんです。これ神楽殿だと思いますけど、神殿の周りで遊ぶ子供もいるのか。ここは神殿ですね。神殿、神楽殿かと思ったんですけど、神殿ですね。神殿、おさらいとかそういうことをするとき、本殿は行けるんですね、場所まで。いいですね。どうすか、こっちが天満宮ですね。こっちが天満宮。こういう繰り上がりがいいですね。あの本殿囲いすぎて見えない神社たくさんあるんですけど、こういう風になってくれてると助かりますね。ちょっとぐるりと行ってみましょうか。雪があんまり降らないからかね、超雨よけ対策でこうなってると思いますけど、天満宮とあれですね、こっちの本でも基本同じぐらいの大きさなんですね。拙者の方がだいたい少し小さめに作るんですけど、サイズというか大きさ的には変わらないような気がします。こっちが滝寿神社ですね。で、これが重軽石だと思います。で、ここにあのここの神社のあれがあるんで、欲しい方はまあここに100円なり入れていただいてください。これも結構それなりにお金かかるんで、これですけど、ね、年間のお祭りが5月3日の例大祭以外にも、いくつかのお祭りがありますね。ここにも賽銭箱、賽銭箱はそこでいいと思うんですけど、で、こちらの本殿も私は同じような感じですけども、神門が、神門っていうのは神社のですね、天満宮に行ったことがある方は分かると思うんですけど、天満宮のあれですね、梅で、こっち側がこういうふうに違う神社ですっていうのが、別々ですよっていうのが分かりやすくなってると思います。で、ここも
ここでおそらく参拝する方ですね。そこは一応祈祷とかのところだと思うんですけど、ここにおみくじやら、おみくじこれどうするのかな、おみくじが上にあるのかな、あるんですね。おみくじ100円入れてくださいという形ですね。はい、ぜひ参拝してみてください。